今日はこの管理器の使い方に関しての動画です。今日君が管理器を使おうと思ったら動きませんでした。はい、はい、その原因は何だったでしょう。オイルが入ってるところにガソリンが入ってたから。そういうことです。はい、いつもだったら管理器はこの電源スイッチをオンにして、ね、このロータリークラッチを外してこの、変速もニュートラル、ね、つまりこのエンジンの始動に負荷がかからない状態にして、でスロットルは低いところと高いところのちょうど真ん中、ここまで条件が、まあ、これもね、これももちろんキリ、ここまで条件が揃った状態でここのチョークレバーを引き、この紐の引っ張るやつをグインと引っ張ればつくわけですよ。ところが今日はつかなかった。それはなぜかっていう話です。それがここ。このちょうど排煙する場所があるところ、煙出すところだよね、きっとね。あ、違う？あ、そうですね。ここのオイルのところにガソリンが入っていたということで、始動しませんでした。でなぜそのガソリンがここに入っちゃうかっていうと、こいつをあんまりこうグインって高く持ってっちゃうと、まあ多分古いからね、4、50歳なんで、それでそこにあのガソリンが入ってしまうっていうものみたいです。なので、まあ、ちょっとエンジンかからねえなって、今日も2、30回引っ張ってもねかからなかったんで、まあ、それはさすがにおかしいということで、まあ、その時のための一つ参考として、でもう一個実は昔あのこの管理器が全く動かなかった時があって、それは何かっていうと、あのガソリンのところに水が入っちゃったと、ね、その時もあのその時はね、このガソリンを少し出すところがあるんですけど、それを出してあのちょっと触って匂い嗅いでみると分かります。もうガソリンの匂いがしない水入っちゃった。なんで、ちょっと5、6回やってつかないなと思った時は、なんか混ざってるのを疑ってみるようにしましょう。以上です。